何よ聞いてくれ、星さん。無限の住人から自分の生まれふるさとである現代北海道を舞台にした日常系漫画とギャップがすごい。北海道の札幌のスープカレー激戦区でカレー屋のバイトをしている25歳のダメンズホイホイの人族のメスが主人公。ひものダメンズな彼氏に振られたその日にベロベロに酔いつぶれて隣で飲んでいた知らないいい感じにうさんくさいナイスミドルに元彼の愚痴を言っていたら、その人が無断で自分のラジオ番組で彼氏の愚痴の音声を使っており、それに激おこぷんぷん丸して書き込みかけたらラジオの MC やってくれと言われてラジオの MC を始めるというシナリオ。主人公を中心に周りの人々との関わりだったりの日常を書く作品なのだが、主人公の性格設定が短期で情熱的で行動的であり、自分がバイトしているカレー屋での事件とかの書き方がめちゃんこ面白い。何よりもこの作者は人族のオスなのだが、人族のメスの日韓とかリアル人族のメスっぽい感じの心情の書き方がお上手すぎてあんこが震える。この作家はめちゃくちゃ映画を見るタイプであり、ところどころ25の人族のメスっぽくない意味や例えの使い方が出てくるが、その感性が文芸お上手。無限の住人の頃からそうだが、視野撮影といった抑えつけられない攻撃性を内在しており、その攻撃性が漫画を通して現れる感じの狂気さがこの作家の魅力。大変おすすめなので。